今回はナポリタンの具だけを炒めておかずにした料理を紹介します。ソーセージ、ピーマン、玉ねぎ、人参をケチャップで炒めた簡単な料理です。それでは作っていきましょう。今回は簡単にできるナポリタン風炒めの作り方を紹介しました。味付けはケチャップと胡椒だけなので簡単です。バターを多めに入れると味がまろやかになり美味しくなります。このチャンネルでは中華料理を始める方や趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や料理のできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。